ようございます。おはようございます。エギングをねやっていきたいと思います。もう汗かいてます。いや暑い。デール夜釣りの営業を使ったサポッティングの、サポッティングで勝手にサポッティング。はい、ポイント入りました。まずはねここからでしょう。最近お気に入りダークグリーン金テープ3号ダークマスターですね。ラトル入ってないですね。ちょうどテトラポットがこう入ってる感じの、はい、この変化を狙って硬化性のイカをね取っていきましょう。先にここ潮が動くっていうよりこう溜まる場所なんでね。あーついてきますね。いただきました。来ましたよ。早いんですよ。そうなんですよね。活性がいいかをまず探るっていう。ちっちゃいですけどね。はい、まあ、狙った通りに釣れたんでいいんじゃないでしょうか。ありがとう、マジありがとう。いましたね、活性いいのが。はい、じゃあ際ですね。テトラがこう傾斜になってて、そこの終わり、テトラの終わり、こうイカがついてきてることをイメージしてエギをこう動かして誘ってやるのが結構自分の中では大事にしてるポイントですね。はい、続いて使用するエギはね、夜釣りオーリキュースね、ケイムラゴールドオレンジ日中数釣りマスターということで攻めてみたいと思います。飛ぶ、このエギ飛ぶわ。うわ飛んでけー、飛ぶな。このエギ、このエギ飛ぶ。うん、アオリキュー、これロングキャストじゃなかったよね。普通のノーマルよね。めっちゃ飛ぶんやけど、このエギ。ロングキャストじゃないもん。超飛ぶやん。飛びはるやん。イカがついてきてます。ついてきたイカをどう釣るか。まあ、1メートルぐらい距離を取りながら、エギを見てますね。うい、はい、今沖の方からこうしゃくってきてね、ついてきたイカですね。はい、リリースしましょうね。ポイントちょっと移動しました。湾内ですね。今ベリとかえぐいっすね。してるか。でテンションホールでゆっくりホールさせる。さあ、あいいね。大取るんやないもん、これ大取るんやないもん、これ。ほら、ちっちゃいけどね。イカじゃないかな、これ。引かんな。イカでしたね。おー、サイズアップ。おー、今日一ですね。おっす、ダートマスター3号。お、来た来た来ました。来ましたね。来ましたよ。クイクイって、クイクイ来ましたか。いいですね、やってきましたね。おーい、これエギは何ですかね。アピールマスター。アピールマスターです。おー、いいじゃないですか。イエヒェー、おめでとうございます。ヒェー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 。これ何マスターやったっけ。アピールマスター。アピールマスターね。夏のエースやね。なるほどね、うん、おめでとうございます。ありがとうございます。
さフリーホールかなというところでしたね。おい、いた。いや、そうでもないな。マスター3号。シンプルに届きたはい、爆調じゃないですか。汗がすごい。汗がすごいんだから。サイズアップか。うん、サイズアップしてますね。日本かかっとるよ。うん、食は日本かかっとる。よいしょー。おめでとうございます。おお。一発じゃないですか。いいっすね。重い。重い。サイズアップ。重い重い。おー、いいね。ゆっくりよ、ゆっくり。うん。ほう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 。お、いいじゃん。ほう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 。これいいよ。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。いやー、シャドクシャイ。おー、いいサイズ、うん、いいサイズ、これこれ持って帰るやろ。持って帰らんばよ。うん、これいいサイズ。うわー、ナイスサイズ。今までが嘘みたいなサイズや。ほんとやわ。オットバイ、やっぱり。オットバイ、これ測ろう。0地点ですね。じゃあ、はい、はい、あ、うん、600ですね。あ、600。620やん。でも全然、いや、もっと理想に見えるよ、これ、うん、スパイカー、なんかイメージとかあったんですかね。あの、船道、船虫、船虫じゃない、船道、船道、ね、船道式でサイズアップ狙おうかなみたいな感じで、うんうんうん、ボトムステイしてる感じでちょっとしゃくってみたら大丈夫だ。大丈夫。赤ちゃんはボトムは取ってなかったんですか。赤ちゃんはそんなボトムを意識して取ってないかな。有識は赤ちゃんですか。赤ちゃん。はい、最初のポイントですね。はい、赤ちゃん、赤ちゃん、ゆうぴちゃんです。ゆうすけは赤ちゃんですか。赤ちゃん。はい、お疲れ様でした。ナイスイカでしたね。ナイスさ。非公式のもう勝手にサポッティングっていうことで、ね、勝手にサポッティング。まあいい感じで夏イカエギング楽しめたんじゃないですか ね。夏のデイギングっていうとは、うん、俺の中では結構活性イカがいるイメージがあって、そのイカをどう取るかみたいな。エギのチョイスとかもさ、ナチュラル系よりは結構攻めのカラー。そうね、派手めな、うん、派手めな、うん、なんか意識したことはありますか。まあやっぱアピールかな。アピール、アピール、やっぱもうアピールマスター。そうっすよね。こいつっす。アピールマスター、もうアピールしまくり、うん、夏の海に。3号ですね。3号、ダブルグロー、うん、ダブルグローのナチュラル、ナチュラル。アピールもすごい。アピールがすごい。もう自己主張がすごい。自己主張がすごい、うん、結構数もね、うん、いい感じで釣れてくれたんで。3号っていうところがまたいいっすね。結構水深あったけど、うん、3号でゆっくり落としながらね、うん、まあ探りながらやれたんじゃないんでしょうか。まあそんな感じでね、これでこれで締めたいと。締めたい。皆さんご視聴ありがとうございました。バイ、はい。